皆様こんにちは。自称リバ神戸会長風薫でございます。よろしくお願いいたします。本日は平日にもかかりはせず、お客様本当にたくさんお越しくださいましてありがとうございます。このリバ神戸フェスティバルは3年目になるんですけれども、実はコロナの、ね、真っ最中、高齢者は家にじっとしていてくださいということで本当に皆さんシャンソンとか歌を勉強していらっしゃる方が外へ出れなくて本当に久しぶりにちょっとちらっとお会いしたりするとなんか急に老け込んだりしているのを見ましてこれはいけないと思い、なんとかちょっと皆さんでね元気になりましょうという思いで、リバ神戸っていうのを発足しまして1回目は本当に楽しくお遊びでやったんですけれども、どうもそれが良かったのか悪かったのか皆様に火がつきましてですねより美しくなりたいというね皆さん思いで、今年も3回目皆さん本当に元気はつらつとした、ビバそして去年からダンディも、増えまして、ビバアンドダンディフェスティバルコンテストということになりました。もうチラシにも書いてございますけれどもどんなに若くピチピチギャルもいつかはみんなバーになる、ね、同じバーになるなら、ね、もう美しいバーを目指しましょうという回でございます。本当に今日は、ね、とってもいいお天気で、今年は本当に桜が長くこう見れて、ね、お花見も行かれた方たくさんいらっしゃると思いますが、今日はその桜にも負けないほどの美しいビバそしてダンディの皆さんの、パワフルな歌をお楽しみいただいて、私たちも素敵なパワフルな皆さんの、にこんな賞をあげたいなっていう思いで、楽しみにやってまいりました。どうぞ最後までちょっと長丁場ではございますけれどもお付き合いくださいませ。そしてそのたくさんの今日は46名の、ね、歌をお聴きいただくんですけれども、はい、じゃあその46曲をしっかりと支えてくださいます。いつものメンバーでございます。はい、素晴らしいミュージシャン、まずはドラムス片成、ベース川田智博、そして音楽監督ピアノ中村力、だんだん男児に近づいてまいりました中村力さんですけれども、はい、今日たくさんの曲どうぞよろしくお願いいたします。ではどうぞ最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。皆様ようこそお越しくださいました。本日の司会を務めます藤田です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずはじめにここで審査員の皆様方をご紹介でございます。まずは末広真紀子様です。どうぞよろしくお願いします。はい、本当に美しいね。さあ、そして今日はダンディにも来ていただきました岡田浩二様です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして3人目は、ね、我らがビバ、ね、会長の風薫先生です。どうぞよろしくお願いいたします。シャンソン歌手でいらっしゃいまして自他共に認めるビバということで、どうぞよろしくお願いいたします。優しく抱かれているとき私はこんなに幸せ、あなたをあなたをあなた
中になんだか変な気持ちなの。明日雨かも、嵐になるかも、晴れて曇ってそれが人生さ。そうよ、23番墓場を打たれました長畑康彦さんでございます。おめでとうございます。いらっしゃい。それぞれのテーブルを歌われました佐藤茂香さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。あなたの腕にいる若いあの子は幸せそうね。あなたも優しく微笑んでいる楽しそうよ。おめでとうございます。はい、どうぞ。
私も春まで帰らなければ、ノンムッシュも私は20歳じゃないわ。ジュートンバーシフィモールドサンフランシスコ、ご覧よ50、50、声かけりゃ声が帰る、昼も夜も耳の奥に聞こえてくるあなたの声、祈りが聞こえる街の、あなたが好きよ、あなたが好き、春も秋もいつか過ぎて、思えばあれから20年、モンデュー、モンデュー、モンデュー、あなたは私の神様。 Why do birds suddenly happy every timeに眠ってる間に、歌ってる間に、さあ祭りの日が来た、ヌガーにキャラビン回転、僕はシチリアニカ、私の忘れられる、裁きにもアムステルダムの港町は、女たちがトイレの近くの小さなホテルで私の歌を、あまり懐かしくて、夜空に流れるジャズの調べ、街の明かりを果てな馬車を乗り回して、ハプリを聞かせたミンクの周り、ボンボヤけど学ぶ愛はなぜ消えてゆくの、そうよ遠い異国の雪に埋もれて、タクシー両駅まで行ってお願い急いでほしいの、たぶり雪の汽車に乗るの、闇の炎を燃やして、草も泉も枯れ果てるまで、